三義鉄道北勢千左派140型147号車、三重交通差2000系電車は、三重交通が製造、近畿日本鉄道を経由し、三義鉄道が北勢線で運用する電車である。湯の山温泉の観光開発を目的として、三重交通は、そのアクセス機関となる、三重線へ1959年にも4400、 型と呼ばれる画期的な構造の新型電車を導入した。この電車は島線向けとして1958年に導入したも5400型に引き続き、当時最新の垂直カルダン駆動機構を備え、乗り心地の良い新型台車とスムーズな加減速、それに蛍光灯による明るい照明で好評を博した。だが、その反面、 得意な構造を備える駆動機構の保守に難住し、一編成で製造が終了となった。しかし、三重線系統には、四日市鉄道、三重軌道以来の木造客車が多数残存しており、老朽化したそれらの代替は急務であった。そこで、もう4400系の設計を流用した、一般構造の付随車を量産し、それらを置き換えることが計画された。 こうして1960年から1962年にかけても4400型と同じく、名古屋の日本車両製造本店で2001-2007の,の7両が製造されたのが本形式である。基本構造はも4400系4401、t-1 差4 400系4系4401に順じるアルミサッシを備える近代的な全金属製車体であるが、 当時の三重交通な路線車両として、標準的な11メートル級とされたため、窓配置が 1D5D1 D D と、扉間の側窓1枚が増えた構成となった。妻面もさも千4401に順じた切り妻であるが、こちらは単独の付随車であるため貫通扉が設けられた。車体断面が小さいため、貫通路が天井近くまで伸びている。 初年度に製造された2001から2004では、つもめんには、通風機は備えられていなかったが、1961年、及び1962年に製造された2005から2007では、右が厚まま土上部に押し込め式の通風機が、設置された。も4400系の新型台車が好評であった、ことから、これに準じた、設計の日本車両製造 NT-7 が、 採用された。これは、主電動機操加の必要がなく、また、ボルスタ部分の構造が異なることから、別形式とされているが、基本設計はも4400系の ND-106 系とほぼ同一の溶接組み立て構造ウィングバネ式台車である。在来の電動車に牽引される付随車であるため、非常便付き直通空気ブレーキが採用された。も4400型と同様、 台車枠の両端にのみ、ブレーキシューが設置される片押し式であるが、中継弁を使用する台車シリンダー方式が採用されており、制動能力は在来車よりも強化されている。連結器は、心臓時は、三重線形標準のピンリンク式連結器が中心口 350mm で装着されていたが、転石時に中心口を 380mm に変更し、 さらに近鉄合併後の1966年に北税線では増解決作業の簡易化を目的として連結機の自動連結機への換装が実施されたため本形式も全車並み形自動連結機を約3、4に縮小した形状の CSC91 系自動連結機への交換が実施されている本形式は竣工後順次在来の木造車を置き換える形で運用が 開始され、1954年製の差360、軽4両やも4400型とともに、三重線の主力車として徴用された。三重電気鉄道発足後の1964年に、湯の山線が改め機されると、内部、八王子線では輸送力課題であったも4400型と同様に、本形式も全車が北勢線に転籍した。 近鉄合併後は SA130K131 から138に続けて s 百1 4 0 k 1 4 1から147と改版された。近鉄時代の942、9441977年からの北税線の近代化に伴い、総括制御運転とこれに伴う編成の固定化が実施されると、s 百1 4 1から145は2 7 0系と、 同系の運転台が新設され、制御車の空140系141から145となった。この際、奇数番号の14 1 4 1 1 4 3四4 5は、西区穴側に運転台が新設され、さらに当時標準の HG-583、MRB 電動発電機と DH-25 空気圧縮機が、追加搭載されても270型と固定編成を、 組んだのに対し、偶数番号の142.144は、挙げき側に運転台が新設され、従来同様に一両単位での増結用車両として用いられた。また、全車について、ブレーキ弁のセイントから RATA、R 自動空気ブレーキへの改造が施行されている。その後、1990年に塗装を、内部、 八王子専用260型などに準じた扉部と、車体裾部ぶ、それに、全面窓周りをオレンジ色に塗り分ける特殊狂気先進標準色へ変更し、1991年より、営動差弁の補修部品が入手難となったことから、保安性向上も兼ねて、HSC 電磁直通ブレーキへ空気ブレーキを再改造。この際、台車もブレーキ系が改造され、 NT-7K となった。1 4 6車内2003年の北西線の近鉄から三義鉄道への移管に伴い、本形式も同社席へ編入され、ワンマン化改造と黄色を基調とする新塗装への塗り替えが実施された。さらに、942.144は移管後の2003年に、 運転台を撤去して、再度付随車に改造されて差140から 1K142.144 となり、3両編成の中間に追加挿入されて4両編成の中間車となっている。北税線車両全体、あるいは編成単位での編成については、三義鉄道北税線と三義鉄道270系電車を参照されたい。ありがとうございます。